コミム怖い話、あいつムカつくから呪ってやろう、笑。ちょっとこの話は僕存じ上げないので非常に気になりますね。ふんふん。ん？オカルト好きな少年だった僕は。いや、まさか普通に喋るとは思わんや。猫ミームで日本語聞こえるとは思わんや。だわら人形に満足していたが、それだけでは満足できなくなり、いじめられっ子の髪の毛を手に入れ、人形に埋め込んだ。人形常習犯、バラ人形常習犯や。よくないよくない。一回やるだけでも大丈夫かな、これやっぱよくないことだったかなみたいな罪悪感生まれると思うんですけど、もう常習してますよこいつ。やばいって、イカれてんな。だからこういう目なんだよ。こういう目のやつって大体そういうことしますから、よくないですよね。やばいやつやんマジで。親友とはすぐに仲直りして、わら人形のことなんて忘れていた。それから覚えている限りでは、小学6年生の時に父、中学に入ってから兄のわら人形を作って打ちつけた。ムカついた時はわら人形がストレス発散になったのだ。呪い。10年後か。結構かかりましたね。嫌だわ、ほんまに。な、よくないって呪いとか。よくないよ。あかんですね。このクソ猫お前。しょっちまずいですね。えぐい呪いやな。呆然としながら、わら人形の記憶が脳裏をよぎった。僕は、愛の時と同じく、親友の髪を埋め込んだわら人形にも、首に釘を打ち込んでいたのだ。それも、2、3年後に。不安が確信へと変わった瞬間だった。父のわら人形は胸に釘を打ち込んでいた。その1年後、兄が亡くなった。交通事故で頭部がめちゃくちゃになり、葬儀屋はひどく苦労したらしい。兄の人形には顔面に釘を打ち込んでいた。
から2年後、僕は自暴自棄になっており、自分の髪の毛を藁人形に埋め込んで打ちつけていた。なんそのセルフ SM プレイ、気持ち悪いこいつ、やば。いや、まあ、自暴自棄になることはありますけど、よくあるのがこの手首をアーンしちゃったりするやつとかね、ストレスで髪の毛抜いちゃうみたいなのもよく聞きますけどね。藁人形はキモいて、自分の髪の毛藁人形に埋めて打ちつけるのクソキモいて、どんな自暴自棄やね、気持ち悪、めちゃめちゃキモいわ。ありえんだろお前。藁人形に埋め込んで打ちつけていた。気にしないと言うと嘘になる。兄が死んでから考えないようにしてきた、うん、もう2年経つ。母さん元気かな。昨晩未明、男性の遺体が発見されました。数箇所に刺し傷があり、貴重品が盗まれていたということです。犯人は未だ捕まっております。もう鳥肌すごいよ、鳥肌すごいわ。俺羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空やで。非常に胸クソの悪いというか、主人公がくたばっても別にスッキリしないっていう、救えない気象野郎って感じでしたね。こういう目してるからね、救えないわな。だいたいこういう目のやつは救えないんです。猫耳怖い話、頭でかくね、こちら見ていきたいと思います。頭でかくね、こちらのお話はね、私存じ上げないので非常に気になりますね。頭でかくね。母ちゃんの噛み癖どうにかした方がええで。じいちゃんの頭よりも母ちゃんの噛み癖やろ。ストレス溜まってんやろうな。息子は夜更かしして毎日ゲームして、じいちゃんはじいちゃんで頭でかくなって、それ母ちゃんもストレス溜まりますよ。ここの表現いいですね。障子でちょうどじいちゃんの頭隠れてて、まだ我々視聴者には頭見えないよっていう演出、表現素晴らしいですね。まあ、やっぱりね、自称ホラー作家としてはこういう演出ありです。母ちゃん、そううつやろ。めちゃめちゃ噛んでたかと思ったら、急に踊り出して。母ちゃん、そううつやんけ。母ちゃんの心配した方がええて、マジで。こんな急にうつからそうに変わるに。あんまそううつ詳しくないけど、そんな刹那で変わるんや。やっぱゲームしとく。毎日毎日夜更かししてオンラインでゲームしてるわけですよ。しょうもない、気持ち悪い。何が FPS や。 FPS やってるやつ全員頭湧いとるからな。特にニートで FPS やってるやつと小学生中学生で FPS やってるやつの将来に希望はないです。もうどん詰まりです。奈落です。生きてる価値なし。寝ろ、言われとるやんけ。やっぱ夜更かししよるわ。そういうことですよ。夜な夜な FPS やってるニートと小学生中学生に未来はないんで。母ちゃんもそう鬱やし、じいちゃん頭でかなるし、全部お前が原因や。被害者ブルーな。気持ち悪い。今エーペックスの音が聞こえた。完全にエーペックスの音やった。めっちゃ聞いたことある。ステファニーの家に居候してた時に何回何百回も聞いた音や。お前が打つかい。いや、母ちゃんのことそう打つとか言ってたけど、じいちゃんも打つやったわ。
うん。うわあ！おっきいおっきい。でっかくなっちゃった。え、じいちゃん顔でかくなりすぎやろ。母ちゃんの躁鬱治ってないやんけ。まあそんな簡単には治んないですかね。やっぱり心の病気ってのは本当難しいですからね。顔が腫れた人の葬儀に行ったことが書かれている。風呂場に不自然なほどでかい鏡置いてあったらさすがに予想はできたけども、え、一瞬ちょっとモザイク外れなかった？怖すぎる。この顔は怖すぎるよ。あの、千と千尋の、あいつ目閉じて、よきかなーいって、シャーってどっか行っちゃうけど、そいつ開眼したらこんな感じや。いらんて、最後いらんや。びっくりした。いや、めっちゃ鳥肌立ってるっせ。バーサスある意味感染症みたいな、受け継ぐんですかね、でかい顔の意思を。略して D の意思。死ぬまで取り付いちゃう系で、見えてたやつを次のターゲットにして、取り付いてた方が死んだらそいつにまた取り付くみたいな。なんかここまで厄介だと神様的ななんかなんですかね、悪い神様みたいな。シンプルな悪霊じゃなさそうな気はしますね。自分にも顔でかいのは分かってたんだね。おじいちゃんもイライラしてたのは、わしの顔でかくねーってなってイライラしてたってことか。いや、でも顔でかくなくてもイライラしますけどね。夜な夜な孫が FPS やってたらそれブチ切れますけどね。3、2、1、YO! 股関節 OK! ということで、ホラー猫ミームでした。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。See you next time.